Thank you.
テレビ局の元記者、犯行後に自殺し、警察は殺人事件として動機の解明を進めている。事件が起きたのは、
者はこのテレビ局の元記者で、犯行後に自殺し、警察は殺人事件として動機の解明を進めています。事件が起きたのは生中継をして